フレデリック・ルイ・ガルニエは、明治から昭和初期の日本で活動した、フランス人、カトリック司祭。パリ外国宣教会所属の宣教師。熊本県天草市大江にあるガルニエの銅像の、碑文では、ルドビコ・ガルニエとあり、ガルニエを紹介した多くの文献やネット情報も、これに従っているが、浜梨市松の1987年の著書、竹森里氏。 竹森要の1990年の著書ではそのファーストネームをフレデリックとしており、また後者に掲載されたカルニエ家の家系図ではそのフルネームをフレデリック・ルイ・ガルニエとしている。両文献ともカルニエ本人とフランスの親族との間で交わされた指針を資料として紹介しており、特に竹森はカルニエ本人やその親族と直接面識。 信仰のある人物であることから、情報の信憑性も高いと思われるので、本記事ではこれらに従った。大江天主道大戸イコールロワール県ルピュイアンブレ、市出身。1885年12月来日。京都での日本語習得を経て86年長崎県、伊王島の大民寺協会。88年には、上五島の魚の目協会。1892年には、 天草の大江教会に主催として赴任した。以来1941年1月同地に没するまでの49年間、質素な生活を送りながら天草島民への布教に従事した。この間、1933年には死費を投じて大江教会の玄海道を完成。ロマネスク様式の道海道はカルニエの布教に捧げた生涯の記念碑であると同時に、 日本の大工職人がヨーロッパの教会建築の技術を摂取して明治昭和期の日本各地に建てたいわゆる天守堂の作例として近代建築史上も重要である。1907年の紀行文五足の靴の一行もガルニエを訪れ土地の信者が親しみを込めてパーテイルさんと呼ぶフランス人の宣教師として紹介している。例えば ただしこのホームページ作成者は、銅像碑文の引用に留め、カルニエの人名について断定はしていない。他に、ルドビコ、ルドビコフ、ルドビコフの表記もあり、竹森里竹森かなめ、1990年、20から21ページ、ありがとうございます。